ランチアラリー037、ランチアラリー、ランチアラリーは、アバルトが開発を担当し、ランチアのブランドで、フィアットグループが1982年の世界ラリー選手権に投入した、ラリーカー及びグループ B 認証ために150台、前後生産したロードカーの一般個証明。四輪駆動のラリーカーが、時代の数勢となる中で、ミッドシップエンジンリアドライブ方式では、 最後のタイトル獲得者となったランチア、アバルトは当時フルタイム四輪駆動の舗装路での優位性がまだ確立されていなかったこと、開発期間の短縮、ストラトスで培った技術の応用、整備性の良さなどからミッドシップエンジンリアドライブ方式を採用した。当時ランチアには四輪駆動車を開発するだけの余力がなく将来必要になる四輪駆動車のテクノロジーを手、 見るには、時間がかかることから、グループ B1 年目、1983年は、後輪駆動で参戦し、グラベルでは手堅くポイントを上げつつ、ターマックイベントでは必ず勝利し、上位を独占する戦法で臨んだとされる。ストラトスの長所を生かしながら、欠点を可能な限り潰した、ホイールベースの延長、エンジン出力特性の最適化等。形式名は、 ザラ151アロ、正式な署名は、単に、ラリー。フィザから日本でいう JAF にあたるイタリア自動車クラブに、交付されたグループ B の承認書には、ランチアラリーと記されている。ラリーに使用する車をラリーと呼称することは不都合な、場合が多々あり、一般にはプロジェクトを指揮し、エンジン開発を担当した、アバルトの開発コード、SE037-037 を取って037ラリー。 ラリー037と呼ばれている。もともとは、ランチやアバルトラリーになる予定だったが、ラリーのランチや復活をアピールしたかったためか、アバルトの名前は消されてしまった。流用のベースとなったベータ、モンテカルロ、ザラ 137ASO が、もともとフィアットの計画による、低価格ミッドシップスポーツクーペの一つ、X120 であったため、この車種を、 ランチアの800番台ではなくフィアットの100番台となっている。なお、ベータが828、ストラトス HF が829、ガンマが830、デルタが831である。シャーシの設計は、ジャンパオロ・ダラーラが担当した。生産も、ダラーラで行われている。センター部分のモノコックを、ベータ・モンテカルロから流用し、その前後にクロームモリブデンの交換。 チューブラを多用したトラス構造のスペースフレームを組み合わせている。エンジンは、元フェラーリのトップエンジニアだったアウレリオ・ランプレディが設計し、1960年代のデビュー以来、フィアットの代表的な DOHC エンジンで、フィアット124アバルトラリーと、フィアット131アバルトラリーを経て熟成が進められてきた通称ランプレディユニットをベースに、アバルトが開発した。 ベータ・モンテカルロは同ユニットを横置きに搭載していたが、ランチアラリー037では運動性向上のために縦置きにレイアウトされ、さらに出力向上のために131で経験のあるアバルトが開発したルーツ式スーパーチャージャーボルメトリコが追加されている。下級エンジンはすでにグループ5レーシングカー、ストラトスターボやベータ、モンテカルロターボで経験があったもの。 高架級ターボエンジンの急激に立ち上がる、トルク特性はラリーに向いていないとの判断から、ターボではなく、スーパーチャージャーが選択された。なお、後継のラリーマシンとなる、ランチアデルタ S4 では、同ユニットとターボチャージャーの組み合わせとしている。ボディデザインはピニファリーナが担当し、ラリー目的に開発された車としては、異例の流麗かつ端正なデザインを持っている。なお、 FIA のレギュレーションに適合させるために市販用とラリー用を合わせに100台が製造されたとされているが実際はそれ以下の台数しか製造されていなかった。しかし FIA の検査官がランチ屋に製造台数を確認しに来た際駐車場に置かれていた製造済みの100台を確認した後にランチ屋幹部が FIA の検査官を長い昼食ワイン付きに誘い その後別の駐車場に置かれていた製造済みの残りの100台を確認させるという手を使い200台が製造されたということを偽装することに成功した。ラリーはその登場後いくつかのミッドシップレイアウトスポーツカーの開発に影響を与えた。1987年に発表、販売されたフェラーリカイ42はその構造やセッティングに痕跡が見られ、 1990年に発売されたホンダの SX の開発責任者であった上原茂は後のテレビ番組のインタビューの中で NSX の開発で最も参考にし、また影響された車は販売戦略上のターゲットであったフェイリ328ではなくランチアラリーであったことに言及している。日本では当時のインポーターであるガレージイタリアによって ノーマルのストラダーレバージョンの037、ラリーカーに改造された分を含め、全部で200台作られたことになっているが、ごく数が輸入された。当時の車両本体価格は980万円だった。世界ラリー選手権のデビューは1982年のツールドコルス。すでに、フルタイム4輪駆動とターボエンジンを装備したアウディクワトロが台頭してきていた。 1983年にマニュファクチャラーズタイトルを獲得。開発が進み早くなってゆくライバルに対して、時期、マシン、デルタ S4 の開発は遅れ、結局1985年まで現役参戦したが、たびたび限界を超える領域に入ることもしばしばで、1985年にはコルシカでアッティーリオベッテガの死亡事故を起こしてしまう。延命のため、 途中車シートボディの一部にカーボンチタンなどを対応して軽量化を図り、20代作られた発展型のエボには排気量を 2111cc まで拡大し、大容量のスーパーチャージャーを使用して出力の向上を狙った。1985年のサンデモラリーを最後にその座をランチアデルタイス4に譲り、その後はプライベーターの手によって主に、 ヨーロッパのリーシーンを中心に活躍している。日本でもレギュレーションに合わせて仕様変更されたものが1994年度の JGTC 第3戦にスポット参戦し完走を果たした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。